こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアジでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はバウンディのヒーローでーす。ヨッホから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前はバウンディ、活動は2019年からしました。レーブルはソニーミュージックです。はい、この曲はバウンディさんのニューシングル裸の勇者の3曲目に収録された曲でございます。この MV には村上虹郎さんが出演して、監督は児玉雄一さんになります。この MV はダークヒーロースパイダークロウの物語の最終回の位置付けで撮影されました。この MV についてバウンディさんは前後を相乗させる演出があり、ヒーローのストーリーを覗き見したくなる作品になっていますとコメントしました。それでこの MV の前後を相乗しながら見てください。では行きまーす。あいみしたことの無用は、ちゃんばい用は。ベトメンで。おお。だベースソリ、わたまらがみよ。저는이베이스소리듣고뮤즈의타임이즈러닝을아진짜20년전에락음악이정말저809에대한의미가있을까계속찾아봤는데약간수호천사문제를해결하는능력그런뜻이있더라고요그러니까그걸생각하면서보면약간스토리가좀더이해하기쉬워질것같아요이가사도저스파이더크로우의심정을대변하는가사가맞아그게1절이랑2절이랑신경변화가계속있거든요그래서1절에서는이제그전까지는아직평화로운마음이있는데2절부터는확막이제인간을믿지않겠다라는마음이확드러나더라고요처음부터빌런이아니었대요이런거뭐냐고고담시트작정하고그히어로영화사운드트랙처럼만든거같아요뒤에변하는것도그렇고곡이이거를바운드상이아카히로애니메이션의빌런편을보고만들었다는추측이많아요자기도트위터에그렇게쓰는게있고이거라고정확히말은안했는데히로아카말하는거죠아히로아카히로아카야그러니까이거아이런스토리구나그딱느껴졌어진짜이짧은음악하나에정말긴영화한편의스토리가다들어가있는느낌이었어약간닮았어요 이게되게심플한데치기가어려워요이게리듬이간단한데다압도를하고있거든요그래서카피하면서와신경되게많이썼구나라는생각이약간치기어려운리듬있는기타가하나씩들어가는것같아요그리고곡이생각보다되게단순하거든요편곡이단순한편이잖아요요새곡들에비하면그렇지그래서그거를목소리를계속변하면서이타이가창법을변화시키면서끌고가는것같아요안지러워안돼어마치나트카시같다로크사운드온갖고기타간지가심었어요네隣の社会でなんかヒーローがヴィランに変わったの気持ちを表現するためにプリコロスの歌う時に2種類の発声を使ってこう表現したと思います。あのギターが難しい分ベースとドラムがしっかり舌を支えてくれる感じがしてて聞いてみたら単純なリズムなんですけどたまにスネアを変えたりベースのラインを変えたりしててちょっと飽きないようにしたことをちょっと聞いててあこういう
小さなところまで繊細にいじってて作ったなと思って、うん、結構すごいな、すごいだなと思いました。元からバウンディさんがアニメが大好きで、それでこの曲もこの MV もヒロアカのアニメを見て作った気もしてて、あのアニメの曲でちょうど似合う感じじゃないかなと思いました。うん、かっこいい。あの最後言ってみます。あれロボイソソの DJ 영상이진짜너무멋있다진짜이멜로디로보면여기서이제최고의그고조가되면서최고높은걸많이내주는것같아요이사운드오예전에너바나같은밴드가이런사운드많이썼죠배우분들 진짜짧은영화처럼 그러니까 연주의 끝에 이렇게 하는 게 유행인가 보지 영화관이야 진짜로 형이랑 또 싸워? どうでしたか？なんか久々にニルヴァーナの感覚をちょっと身につけて、ちょっと単純な曲も作ってみたいなと思ったきっかけになった曲じゃないかなと思いました。バウンディさんだと他の曲も聞いたんですけど、普通に綺麗な声で感情をもっと続けるようにそうすると思うんですけど、やっぱりそれがもっと心に感じれるかな思います。なんかバウンディさんって言えばこのサウンドっていうのが何個か入ってて、あのその中にも今までメインでやってきた R&B と違う曲で楽しかったです。楽器のサウンドだけではなく咳の音も入っていたり、そういう部分で結構びっくりしました。楽器だけではなくてもいいかなと思って、僕の偏見を破ってくれた曲だと思います。さっきも千代さんが言ったんですけど、隣が変わって僕も変わらないように僕は一途を向かっていこうと思ういい曲だと思います。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。